林即助から1850年11月22日は、中国信頼の官僚、政治家、金差大臣を2回務めている。字は、小木、送り縄踏みただ。イギリスによるアヘン密輸の取締りを断行した大一人者であり、これに対する制裁としてイギリスは、アヘン戦争を引き起こした。福建省、後県に生まれる。父は境に挑戦して、 ことごとく失敗したため、貧しい教師生活をしていた。林則女はこの父の無念を晴らすべく学問に励み、1811年27歳の時に科挙に合格指針師となる。北京の管理員に入った林則女は多くの行政資料を目の当たりにして、その研究に励んだという。その後地方官を歴任し、 当時問題とされてきた農村の再建と、それに欠かせない治水問題に積極的に関わるとともに、不正な管理の大量処分を断行した。彼の地方行政官としての手腕は今日でも高く評価されている。また、彼のアヘン根絶の取り組みもこの時の経験から強く意識されたものであると考えられている。1837年に、ここを総督になる。 この時に、館内でのアヘン根絶に実績を挙げ、公爵、シュゲルのアヘン現金論に賛同し上書した。その実績と議論の精密さを、同皇帝は評価し、1838年に、林即助をアヘン金融の金差大臣に任命した。1839年、関東に到着した林即助は、イギリス商人が持っているアヘンをすべて没収し、処分した。 これに起こったイギリス商人たちは、林即助に抗議し、最終的に、アヘン戦争を引き起こすことになった。現地のイギリス商人を支援するために派遣された、イギリスの東洋艦隊は、関東ではなく、北京に近い天津に現れた。間近に艦隊を迎えた、清の上層部は狼狽し、慌てて、林即助を解任し、イギリスの世を迎えることに必死になった。 林や女即の公認となった、キシャンがひたすら、イギリスに低姿勢で臨んだ結果、清氏が大幅に譲歩した南京条約を結ぶことになった。無邪ガによって、金佐大臣を解任された、林や女即は、災域返京の心境の入りに左遷された。しかし、林や女即はここで、農地改革を行い、前世を敷いたことで住民から慕われた。林や女即にとっても、 この場所で南下するロシア帝国の脅威を実験できたことは大きな収穫であり、真摯の後輩に対し将来真の最大の脅威となるのはイギリスよりもむしろロシアだろうと言い残した。これが後の誘導羅の細胞派を形作ることになった。1849年に陰性したが太平天国の乱が勃発すると召し出され、太平天国に対する金差大臣に任命された。 そして認知に赴むく道中に、船で病死した。両校総督県南洋大臣などを務めた、陳茂美希の妻は、林則女の娘、林広縛である。林則女は、関東でアヘン取締りの任につくにあたり、幕僚に、炎突起などの英文の感動な人物を加え、さらに、公衆医療伝道会のアメリカ人医師、ピーター・パーカーの協力も得て、英字氏や、 西欧の地理書、国際法や兵器等に関する文献を翻訳し、収集して研究していた。これにより、林即助は、外国商人の来航、貿易自体を禁ずることは非現実的で不可能で、あるとの認識に至っており、またイギリス側が、深国側の西欧事情の無知に乗じようとしても隙を与えなかった。禁鎖大臣会任後、林即助は、 天任先の新教入りへの不妊の途上、幼州で信仰のある義元を訪ね、収集した西欧の翻訳文献等を託した。義元は託された文献資料をもとに、開国寿司を表した。開国寿司は日本にも伝えられ、幕末の有識者の海外情勢、国防についての認識に多大な影響を与えた。新教入りに左遷後、林即女は、 ロシアと国境を接する現地の実情に触れ、囲碁戦艦総督に就任して、現地を離れるまでの3年間、現地でロシアについて考察を行い、庭から各国企業を表した。林即女は、イギリスロシア双方に接した経験から、イギリスよりもロシアの方が真の国防上教委となると認識しており、この考えを交流のある要人に伝えた。三女の夫である、 チン・シュゲルミキはこの考えを受け継いでおり、また、1849年、林即女が、運気総督を退任後、福建への帰郷途上の調査で、佐相党の訪問を受けて会談した際には、ロシアに関する収集資料を与えている。彼らをはじめとする、国防上の重点を、対ロシア政策に置く指導者は、細胞派と呼ばれることとなる。林即女が解任された理由の一つとして、 当時の真の官僚には、関東の商人から賄賂を受け取っている者が多く、林即助によりその金が立たれたことを恨む者がいたことがある。もしも、林即助がそのまま関東で指揮を取り続けていれば、イギリスを撃退できたのではないかという過程はそれほど無理なものとも言えず、後世の中国人は強く惜しんだ。また、直霊の再開発を行って、財政、 国防上に資するべきであるという長年温めてきた構想を僅差大臣就任直後に上層したために他の高官から自分たちの直令での仕事ぶりを台湾だと誹謗されたとの恨みを買ったことも原因の一つであるとされている常に清廉家ヘッで指示を顧みず左遷されても常に国家のことを考え続けた姿は後世の人間から深く尊敬されている 林即女の印象、林小木鎮造院と刻まれている、林即女の印が2007年に日本国内で発見された、ビクトリア女王に宛てた書簡、ありがとうございます。